こんにちは。とびたジョうです。今日の心に火を灯す言葉はこちらです。どんな不幸の中にも幸福が潜んでいる。どこに良いことがあり、どこに悪いことがあるのか、我々が知らないだけである。どんな不幸の中にも幸福が潜んでいる。どこに良いことがあり、どこに悪いことがあるのか、 我々が知らないだけである。これはルーマニアの作家であるコンスタンチン・スタチビルジル・ギャオルジギュの言葉です。この言葉はルーマニア生まれでフランスに亡命した詩人作家のコンスタンチン・ビオジル・ビルジル・ゲオルギュの小説「第二のチャンス」1952年現地 53年役所の中に出てくる言葉ですすなわち人生のいろいろな出来事の中には良いことも悪いことも含んでいるが我々はそれを知らないだけなのだといったものですどんな不幸の中にも幸福が潜んでいるどこに良いことがありどこに悪いことがあるのか我々が知らないだけである これに似た言葉をどこかで聞いたことがありませんかそうです。中国の古事生語、人間万事採用が馬、ま、という言葉です。その言葉の由来は調べていただくとして、人間の基地境、家福は天変し予測できない、それゆえ安易に喜んだり悲しんだりしてはいけないという意味です。今回のこ,この言葉も、 これとほぼ同様のことを言っているものではないでしょうか。人間はどうしても日々の出来事の表面だけを見て過不を判断しがちですが、表面だけを見て愛に一喜一憂しないように気をつけていきたいものです。